吸い込まれてく白いラインをたどってみれば遥かなコスモスの彼方へ遠く自分を星が光る夜の向こうから愛の奇跡をあなたにあげたい月の裏側で Let's get away
プレミアムミーツプレミアムへようこそ。こんばんは、島谷ひとみです。皆さん、今日はお暑い中お集まりくださりありがとうございます。今夜はですね、こういった雰囲気でしっとりとしたバラードを中心に歌っていきたいと思います。そうですね、ちょっと切なくなるような悲しい曲も多いかと思いますが、どうか今日はこれを機会にですね、自分の心と、会話し合って、自分の心を見つめ合って、そんな、素直な時間にしていただけたらと思います。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
ない午前0時電話ボックスの外は雨かけ慣れたダイヤル回しかけてふと指を止める冷たい雨に打たれながら悲しい物語を思い出したあなたの帰り道交差点ふと足を止めるように私も今日はそっと雨とても嬉しいです、本当こういった、このホールはすっごい素敵なホールで昨日も気持ちよく歌わせていただいたんですけれども、こんな贅沢な環境でこんなに気持ちよく歌えてとても嬉しいので今日は一曲一曲心を込めて、歌いたいと思います、皆さんも普段、生きている中辛いこともあれば悲しいこともあればそして幸せなこと楽しいこと嬉しいことっていろんな感情を持ってると思うんですけれども音楽というたった5分とかそれぐらいの時間の中で人の気持ちを代弁したり汲み取ったりして表現できるメロディーに乗せて奏でられるというのは本当にこれは幸せなことで、本当にあの音楽に出会ってからどん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 湧き出てくるように気持ちが豊かになっていって、みんなの、それぞれの、人生の中での一コマの思いをちょっとでも、共感できたり通じ合えたらと思って、日々歌ってるんですけれども今日はアルバム男歌というのを昨年の12月に出しまして、そちらのアルバムの中から男性ボーカリストの曲のカバーの曲を歌ったりとか、自身の、バラードソングだったりを歌っていこうと思うんですけれども懐かしい曲だったり、なんかリンクできるような景色だったりそんなのがあったらどうか
目を閉じて、過去を振り返りながら、いろんな思いをリフレインさせながら聴いていただけたらとても嬉しく思います。続いてはストリングスと私、のみで2曲続けてお送りしたいと思うんですが、続いてはですね、藤井フミヤさんのアナザーオリオン、そして山崎まさよしさんのワンモアタイムワンモアチャンス、続けて2曲お聴きください。食い違う
しくさせたワンチャンス、記憶に足を取られてワンモアチャンス、次の場所を選べない、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を、向かいのホーム路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ、できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ、できれない気持ちになるんですけれども、カバーアルバム男歌というのは、男性ボーカルの曲をカバーしてるんですけれども、このアルバムを出したいと言ったのも、自分で、提案したものだったんですけれども、男性の曲を異性が歌うというのは逆のアプローチから届けられる、なんかすごく効果があるんではないかなとふと思ったことがきっかけだったんですけれども、その中に、綴られている曲たちは、私も、もちろん知ってる曲で、思い出だったり、そうですね、すごく好きだったり、どこかで耳にしたことがある曲たちなんですけれども、特にアナザーオリオンという曲と、ワンモアタイム、ワンモアチャンスという曲はなんだかこう一人で、ちょっとセンチメンタルな気持ちになりながらも、いろんな自分の原点に帰ったり、出会った人、去っていった人、いろんな出会いと別れをこう思い出すし、人は出会いと別れがあるから、人間らしく心豊かにいられるし、その分、人にも与えられるものだったり、そして人のここ話を素直に受け入れられる心だったりっていうものを養える、それやっぱり人間同士だと思っていて、この2曲はね、よくあの新幹線の中で、移り変わる景色の中で聴きながら、何とも言えない思いになってる、
自分が大好きで、アルバムの中にも入れていただき、そして今日も歌わせてもらいました。ありがとうございます。ここからはですね、ちょっとアコースティックなナンバーで、いきたいと思いますが、何曲か続けて聴いてください。仕草が何
恋しくて泣き出した日々なども忘れたの。今さらは戻れない。傷つけ合った日々が長すぎたの。
を濡らす冷たい雨は傘の花に彩られる。踊るような足取りなのはあの日君に出会えたから。ずっと探していたこんな強い気持ち、どんな風の中も咲き誇る花のように愛しい君の胸に咲きたい。枯れることなくただ永遠に、悲しいほどに可憐に舞う花びらが君の心に届くように。最後に歌った曲、サルビアという曲なんですけれども、この曲は自分の、曲の中、そしてバラードの中ですごく好きな曲で、普段も車の中で聴いたりしてて、去年の一昨年かな、ちょうど今の季節、梅雨時だったかな、これぐらいの季節に雨が降っていて、ちょうどお休みがあって、なんかちょっと雨が降ってるとなんかこう切ない気持ちになったりする日ありません？そんな時に、
お家にいてもなと思って車で自分でハンドルを握ってドライブに出かけて、その車の中でこの曲を流していて、なんかこうふとした瞬間にこの歌の景色っていうのが私の中ですごく明確になって、どん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 こう歌えば歌うほど、時間が経てば経つほどこう膨らんでって開花していく瞬間がこの歌にはすごくこう歌うたびに感じられて、今日もとても、気持ちよく皆さんシーンと聴いてくれて嬉しく思いました。ありがとうございます。ここからは、フルメンバーで、お届けしていきたいと思います。皆さん最後までどうか、ゆっくりと、聞いて帰っていただけたらと思います。最後までよろしくお願いします。通り過ぎた夢の
しく包む乙女は胸に白い花束を羽のようにお顔くらり優しい彼のもとへ明るい歌声は恋をしてるから甘い色の長い髪を風が優しく包む乙女は
の幸せのどこかで無理。
ずつ許して、涙こぼれる最後になってしまいました、本当に皆さん静かに聴いてくださってどうもありがとうございます。最後の曲はスキマスイッチのカバーで奏で、聴いてください。Thank you.
今日は皆さん、お集まりくださり本当にありがとうございます。温かい拍手とても嬉しいです。ありがとうございます。本当にシーンと聞いてくださってとても、なんか嬉しかったです。私の中にある、気持ちをすべて今日は、注ぎ込めたと思います。少しでも届きましたでしょうか。よかったです。こういった、空間で歌えることは本当に幸せなことで、今回このプレミアムミーツプレミアムという、いろんなアーティストがここの会場で歌うそのメンバーの中に、入れていただけたこともすごく嬉しかったですし、私にとってはこれがクロスオーバーというプロジェクトをずっとやってきて第3弾となるライブになったんですけれども、いつものライブは、また全然違って、ダンス踊ったりとか結構激しい、いろんなことをやってたりするライブなんですけれども、こういった感じで歌に全てを注ぎ込むで感情のままに歌うことに集中させてもらって、それを皆さんが静かにこうやって聞いてもらえるというのは本当にいろんな経験をして、またこうやってずっと歌詞を続けられてて幸せだなって改めて思う瞬間です。歌手になれて本当にいろんな人にも出会いました。歌以外にもお芝居とかいろんなことを経験させてもらって、こんなにいろんな経験そしていろんな感情を持たせてもらえるとは本当に思っていなくて、今日で私デビューして丸9年なんです。ありがとうございます。明日から10年目になります。やっぱり節目節目の日になるといろんなことを振り返ってきて、いろんなこう、出会いとか、財産をすごく東京に出てきてもらったなって本当に思うんですけれども、まだまだ島谷ひとみ、いろんなことにチャレンジして、最近お芝居とか、いろいろやらせていただいてますが、それをまた歌に持ち帰ってきて、一度の人生そんなたくさんいろんな経験はできませんけれども、そうやっていろんなところに行ったりいろんな人と会話したりいろんな人に会うことによっていろんな人の感情をもらってきて、それを歌に乗せて伝え続けていきたいと思います。そして今日改めて、歌ってこんなに素晴らしいんだなと思わせていただきました。このプレミアムミーツプレミアム、私を呼んでくださったスタッフの皆さん、そして来てくれた、皆さん、そしてメンバー、本当に感謝しています。ありがとうございます。今日の日は忘れないです。またこうやって呼んでいただけたので少しもうちょっと歌わせてください。続いては I Will 聴いてください。